さん、はい、エルマン号からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはエルマン号オーナーの今よしこさんです。今よしこです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はね、よしこ先生が、モヒートを作ってくれましたので暑いのでね、はい、せっかくですからやっぱり暑い夏はモヒートが、ね、乾杯しようかな。はい、じゃあモヒートで乾杯。乾杯。おいしい。ミントたっぷり。おいしいです。おいしいです。エルマンゴからお届けいたします。綺麗なお店ですね。ありがとうございます。ちょっとこうトロピカルなカウンターがあって、こちらにはテーブル席、全部で何人ぐらい座れますかね。上の方は30名様ほど座れます。はい、うん、でちょうど私たちの前の方にはですね、ダンスフロアがありまして、はい、そしてその上にちょっとステージもありまして。そうですね、はい、ちょっとお店のご紹介をしていただいていいですか。うん、はい、すすきの南7条西3丁目にあります、レストランバーのエルマン号です。はい、はい、そして流れている曲がラテン。そうなんです、はい、もう夏にはぴったりです。はい、ということで、はい、こう飲み、こうでモヒートとかを飲みながら、うん、こちらの方ではサルサや、いろんなダンスができますが、平日はクラスをやっています。はい、うん、ベリーダンスや、あとはね、最近はコンテンポラリーダンスというのをやってて、うん、こうなんていうの、うん、こう美しいボディを作るような、はいはい、そういうボディコンディショニングですね。はい、はい、であとはそのサルサ、うん、そうです。はい、で週末はサルサパーティーを中心に、はい、いろいろなイベント、ライブやベリーダンスショー、時にはフラメンコ、あとはこう結婚式の二次会とか宴、うんうん、会とか、はい、はい、いろいろなイベントを週末はやってまして、はいはい、8月4日は9周年イベントということになってます、はい、ね、もうすぐ9周年、はい、ということですので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。はい、私も初めてここに来た時に、コンさんが踊ってるサルサに釘付けになりまして、もうキラキラ輝いてたんですよ。あの時のコンさん、本当キラキラ輝いていて、もうそれからあまりにかっこよくてかっこよくて、店内を行き来するコンさんを目で追ってしまって、本当にそれからもうサルサが大好きでね、あ、よかった、ずっとレッスンを受けてたことが、受けてた頃がありまして、この頃なかなかご無沙汰なんですけれども、うん、また久しぶりに来て、ちょっと夏だし火がついたかなっていう感じの、はい、福津でございます。そんな、コンさんに今日もライフストーリーを伺ってまいります。3つのキーワードをご用意いたしました。こちらですよ。体育会系で教員志望、サルサは私を裏切らない、来年10周年なんです。はい、はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。さあ、1つ目なんですけれども、体育会系で教員志望というコンさんです。はい、小さい頃から体操競技をねやってまして、そして大学は鹿児島県にあります、うん、鹿屋体育大学というところに進んで。体育大学なんですもんね。そうなんですよ。やっぱり違いますよね、なんとなく。なんかまだ名残がね残ってます。姿勢とか、なんていうんですか、鍛錬というか、やっぱりこう体操やってた人だなっていう。で、やはり当時は、はい、そういう教員ですとか指導者の方のね、うん、そちらの方になるんだろうなと思っていたところ、はい、うん、まあ、途中でちょっと進路変更して、うん、まあ、札幌テレビ放送で結局は11年ね、はい、勤めることになりましたが、九州の大学で就活をしてたのに、うん、札幌の会社に入れたんですね。あ、ご縁ですね。うん、そうですね、九州にちょっとその当時は残るつもりはなかったので、うん、まあ、やはり地元にとりあえず一度はね、はい、戻ろうと思って札幌、うん、千葉のね、企業をその時は受けて、はい、そこ札幌テレビだけ拾ってくれた感じです。すごいですよね。STB といえば数々の難関を乗り越えて優秀だったんですね。たまたま、うん、やっぱりそういうところはたまたま運がいい
ね、時があるんですね。あの OL さんだったんですってね、はい、そうですね、はい、一般職のね OL さんで、はい、そうですね、そういうこう華やかな業界でお勤めをされていた。でそれから、東京に転勤になるんですよね。はい、そうですね、はい、はい、そこで、まあ、サルサとね、はい、出会うわけなんですが、はい、もうかれこれ16年ぐらい前でしょうかね。うん、はい、あの東京での生活はどうでしたか。東京はあのもうやりたいことが何でもできる、見たいものが何でも見れる、食べたいものが何でも食べられる、すごく刺激のたくさんあるところで、はい、あのその20代後半のね、ちょうどこういい時期に東京に行けてよかったんですけども、うん、でも、ま、あの3年間いましたが結構疲れましたね。3年目にはもう疲れていて、うんうん、そして結局は私このまま、はい、まあ、東京にずっといるのかな、いつ戻るのかな。ああの自分探しの自分探しです、ね、20代後半、そう、はい、誰でもそういう時期が、ね、あるかな、うんうん、で、いつ結婚するのかな、 STV でずっと勤めるのかなとか、なんかいろんなこと勝手にいろいろ考えちゃう感じですね、うん、もともと本当は私先生志望だったのにとか、うん、そうです ね、ね、そういうことも考えたり、はい、うん、で、まあ、あの自分で本当に好きなものは何なのかなっていうふうにいろいろ考えて、うん、はい、はい、いろんなものを試して、うんうん、でたまたまサルサと、ね、はい、出会うきっかけがあったのが本当にまた人生の転機になりましたが、うん、面白いお店だったらしいですよ、うん、初めてサルサに出会った店。あ、サルサに出会った店は、うん、まあ、あのなぜかねベリーダンスの先生のショーを見に行った時にね、でも進んでますよね、はい、15年ぐらい前の話でしょ。ベリーダンスも当時は東京に3人しか先生いなかったですね、はい、今いっぱい流行ってますけども、うん、うん、まあ、大体やっぱりその15、6年前はまだまだ日本東京でさえそういうちょっと珍しいものは、はい、うん、うん、初めの頃でした、うん、はい、ベリーダンスも珍しいなって言って見に行って、そうですね、はい、そこでたまたまちょっとサルサを踊らなければいけない羽目になって、そういう時に、まあ、さらっとでもね、なんとなくできたらかっこいいだろうなと思って。それ私エルマンゴに初めて来た時もそうでしたよ、うん、こうわけも分からず友達に連れてこられて、うん、で普通に飲んでたら、うん、踊ろう踊ろうと店のお客さんに言われて、うんうん、わけも分からずなんとなく雰囲気参加してたんですけど、うん、やっぱり隣ですごく上手に踊ってる、うん、あのペアを見るとね、うん、あ、もうちょっと踊れたらすごく上手じゃなくてもたしなみ程度にというか、うん、ちょっと誘われたらスッと立てるぐらいに踊れたら楽しかろうなと思いましてね、うん、そんな感じだったんですかね。そうですね、うん、でやっぱりもう 今言えるのはもうサルサは世界一歩世界に出た時に も、はい、もうすごく自分のすごい武器になります。言葉よりも。あ、そうですか、はい、それでもう本当にコミュニケーションが取れて、それで本当にもう一気に世界が広がる、すごい素晴らしいものなんですよね、サルサって。世界各国どこに行ってもサルサってお店あるらしいんですよ。そうなんです。ないのは北朝鮮ぐらいだっていう話ですね。そうなんですか。はい、大抵あるんですよ。じゃあもうそうなったら大人のたしなみとしてサルサができたらいいですよね、うん、楽しいですよね。本当にそうです。そうなんですって、はい、でそういうこうちょっと素敵なパーティーがあって、まあ、日本でもまだまだ珍しいラテン系のそういうダンスパーティーがあって、そこでこうちょっと実は当時落ち込んでいたよしこ先生は随分元気になったそうです。そうですね、うん、もうあのそれで早速本当にあの、まあ、サルサを習いに行って、はい、また本当サルサの方もハマって、うん、2ヶ月ぐらいしたら六本木にデビューして、うん、かっこいい、はい、そして半年東京で、はい、毎週パのレッスンを絶対欠かさないで行って、半年やって、また札幌に転勤になってしまったんですね。転勤になってしまいました、はいはい、でその時にはせっかくサルサと出会ったのに私からサルサを取らないでとちょっとね悲しい気持ちで札幌に帰ってきたんですが、まあ、札幌は札幌で、はい、あのなんとかねラテンのこう曲を楽しめるお店はすでにあったんですね、うん、はい、でそういうところに、まあ、毎日遊びに行っては、はいはい、ちょこちょこ踊ったり、まあ、飲んだり、はい、ほとんど飲んだりしてましたね。あ、はい、で2ヶ月に一遍は東京に行って、はい、レッスンを受けたり大きなパーティーがあったら絶対参加をして、はい、そしたらもう東京の人はてっきり私が東京に住んでるもんだと思うくらい東京に行ってました、はい、ずっと行ってたんだそうですよ、はい、じゃあちょっとそのあたり話少し入ってきましたけれどもね、2つ目のキーワードに行きたいと思います。